とですね、今回はキャブの、二次エア吸ってた問題なんですけど、ちょっとそれ原因分かりまして、で、治りました。治っちゃいました。でね、そのどれが原因だったかっていうと、それがね分かったんで、ちょっと今日はそれを話していこうかと思います。ちょっと急遽ね、今日原因気がついて治ったんで、ちょっとね急遽動画作ってます。ちょっと喉乾くんで、トマトジュースでも飲みながらちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。はい、おなじみ台湾ビールのグラスですね。これ台湾で居酒屋で、もらってきました。ちょっとくれないです、ちょっとこれ持って帰りたいんだけどって言ったらくれました。はい、原因はね、結局このマニホールドがね原因でした。これね、ニビっていうところのメーカーの3段階に調節できる、まあ前向きにもしようと思ったらできるから、6段階かな、調節できる、マニホールドなんですけど、どうもねこれのねこの辺りからエア吸ってたみたいで、まあエンジンがこうあったらこう接続されてるわけですね。でガスケットが入って、でここにキャブがねこうやって、まあ、接続されて、まあ実際ここのところにベークライトのスペーサーが入るんだけど、まあそんな状態で繋がってるのが、どうもね、アイドリングが落ちないってね、思ってて、これやっぱりニジエア吸ってるんじゃないかなと思って、で、パーツクリーナーを拭いてみたところ、まずここを拭いたんですね。ここの隙間かなと思ったんで、ここを拭いてみて、特に何もなくて。で、ここめがけてやったら、もういきなり、エンジンのね、回転数が落ちちゃって、あ、そっか、これガスケットのこの潰れ方っていうか締め付けが足りないのかなと思ってね、こことまあここなんですけど、ここの2箇所を締め付けて、それで、やってみたんですよね。そしたら全然変わんなくて、なんでって思って、でもうもう何やっても仕方ないんで、まあ一回ちょっと外してですよね。ここ外して、で、ちょっとこれスクレーパーでもある程度こそいだんですけど、まあ、ここの、なら、断面が、これ、まあ前ゴリラにつけてたんですけど、その時のガスケットの残りとかが若干ついてたんで、その上にガスケットを要は貼っちゃったんで、あ、それが原因なのかなと思って、ここをね、スクレーパーで綺麗にしたんですけど、して、それでもう一回こう、取り付けたわけですよ。こうやってね、ギュッと。でもね、全然、エア吸ってるのが変わらなくて、あ、これもダメだなと思って。で、このあたりね、この角度調節できるんで、他の穴のあたりとかやったら、そしたらね、吸うんですよ。どうもね、ここのあたりから吸っちゃって、なんか、どういうわけか、そういうところから吸っちゃうんで、もう、考えてても仕方ないんで、もう一個ね、中間エンジン買った時に、一緒に、VM の22のキャブレターを買ったんで、そのキャブの、マニフォールドがあったんで、そっちに変えました。そしたらね、ピタって止まりました。多分ね、ここの、多分これが、このあたりの面が出てないんだと思うんですけど、新しくそっちの方に変えたら、ちゃんと、動きました。なので、
それ考えると、この、あの、PZ16 がね、あの、アイドリングが落ちないってずっと言ってたんですけど、あの、これひょっとしたら、あの、この人ね、全くね、無実だったのかもしれないですね。この、キャブが悪くて、アイドリングが落ちないっていうか、この、なんか、回転数が落ち着かないって思ってたのは、実はそうじゃなくて、こっち、この2尾のマニフォールドが調子悪いっていう。でね、このね、2尾のね、マニフォールドってね、これ、あの、何のためにこれ最初買ったのかっていうと、今、ちょっとこっちにチラッと映ってるんですけど、これね、もうちょっと、もう、家の玄関のあたりにちょっと放り投げてたんですけど、これね、あの、2尾の PE26 っていうキャブレターで、で、これをね、あの、一時使ってたんですけど、これが、あの、なんかね、あの、パワーもあってよかったんですけど、ある日、このガスケット、ここの合わせ面がね、なんかね、歪んじゃって、これね、どうにもこうにもね、閉まんなくなったんですよ。まあ、閉まらないことはないんですけど、閉まるんですけど、あの、閉めた時に、ガソリンが漏れるようになっちゃって、ここね、あの、タイガソリンシートで、これ、まあ、簡単なガスケットみたいなのを作って、これで締め付けてやったら、あの、漏れなくなったんですけど、あの、もう、なぜね、そんな状態になっちゃったんですよ。そんな状態になっちゃって、で、あの、どうにもこうにも、あの、もうなんないから、あの、これもダメになっちゃったんで、なんかね、こう、これね、まあ結構ね、物良かったんですけどね、ここね、ここと、ここで対角に締め付けるんですけど、それをね、締めてたらね、なんかね、この辺りからね、ガソリンがね、漏れてきちゃって、だからあの、こっちがエンジン側なんで、モンキーで行くと、こう刺してて、エンジンこっちに来てて、この辺りからガソリンがボタ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 ってあの、溢れてきて、漏れちゃうんで、で、それでもうあの、もうこれあかんわと思って、で、これを外したんですよ。で、この時に最初に使ってたマニホールドがこれだったんですよ。で、これを最初使ってて、なんか調子悪かったから、結局、このマニホールドをだから外したんですよ。で、外して、置いてたんですよ。どっかね。置いてたのを忘れてて、すっかりそれを忘れてて、あれなんか、こんなところに、ね、首振りできる、なんか便利なマニホールドあるし、なんかしかもこれ2尾って書いてるし、これかっこいい。これいいやんと思って。で、再び使ったんですけど、やっぱりダメでした、これ。多分ね、ここね、多分あれですよ、サンドペーパーっていうか、耐水ペーパーでね、こう、ゴシ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 やって、面を出せば、多分大丈夫だと思うんで、なら、まあ、次ね、ダックス組むとき、もう一回、まあ、チャレンジということで、まあ、ここと、このキャブの合わせ面と、ここですよね、ここグリ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 やって、綺麗にして、それでチャレンジしてみようかなと思います。で、まあ結局それで、アイドリングはだから、マニホールドが原因だったっていうことが分かったんで、そのマニホールド変えました。調子悪いって言ってた、VM22 の、マニホールドに変えまして、よくあれですね、中華、エンジン買った時に一番最初についてくるキャブっていうか、そういうのが VM22 になるんですけど、で、その VM22 を、使ってて調子悪くなったから、この PE をやったんですけど、PE の、マニホールドが良くなかったと。で、VM の、マニホールドは良かったと。だから VM のキャブはあんまり、ね、なんかちょっと、あんまりだなって、まあ、あれでね、セッティング出てる人はね、実際いらっしゃるんでね、あれが絶対ダメだっていうふうには言わないんですけど、まあ、僕的にはあんまり、かなっていう感じなんで、ね、それで、まあ、今も使ってないんですけど、で、PE の、変えた時に2尾のマニホールドを買ったけど、これがダメだったと。
じゃあ今あのゴリラに使ってるマニホールド何かっていうと、田中商店さんであの売ってるね OKO 用のマニホールドです。ちょっとね後ろにこんな感じで長くなってるんでタンクとね干渉しないからそれを使ってます。まあそれをね今はまあもう使ってるんでゴリラの方は大丈夫です。まあだからねこれ PZ16 ねこいつね無実だったんじゃないかなと思ってます。 PZ のまあねでもね実際ねここのね K もねPZ20 の方がね大きいから乗ってて気持ちいいのは実際そっちの方が気持ちいいです。こっちの方もね、なんかふわ、なんかね、もうちょっとね、純正エンジンっぽい、こっちは。だから、ぐわーっと開くような感じでね。まあ、悪くはないです。だから、アイドリングが落ちないって言ってたけど、結局それはもうマニホールドでした。で、アイドリングなんですけど、なんとね、昨日ちょっとショートのムービーの方ね、出して、アイドリングね、2000回転ぐらいでね、安定してるやつ出したんですけど、あれね、実はここのね、まあこれは PZ16 なんですけど、このエアスクリューね、実はこれね、前閉してる状態で、回転数維持してます。まあ、つまりそれどういうことかっていうと、だからスロージェットが、だから薄すぎるんですよね。スロー。だからスローが薄すぎて、だから通常だったらこれを前閉してるところから一回転と半ぐらい戻したところがちょうどいいっていう風に言われてるんですけど、だからそれだったら開けすぎだっていうことだったんですね。開けすぎってどういうことかっていうと、だから空気が多すぎて、ガソリン少ないのに空気が多いから、もう、2G エア吸ってるんじゃなくてね、なんて言ったらいいのかな、もう、アイドリングがすごい高くなりすぎる。だから、薄すぎても高くなりすぎるんですよね。だからそんな状態になってて。で、それでね、アイドリングはいつまでも落ちないと。そんなことになってました。まさかね、ちょっとね、そんな、落ちがあるとは思ってなかったんで。だから、スロージェットを変えないといけないんですけど、一説によるとこのね、まだ試してないんですけど、この PZ のね、スロージェットって、PZ のスロージェットってね、PC20 のスロージェットがね、実は使えないっていう噂があって、ピッチが違うらしいんですよ。ピッチが違って、じゃあ使えなかったらどうすんだっていう話になるんですけど、まあもうそうなったら、もう、今あるやつですから調整できないから、もう全閉で使っとくしかないっていうことですよね。だから中華の110のエンジンだと、PZ20 だと、スロージェットは限りなく全閉に近い状態ぐらいがちょうどいいっていう、そんなことになるっていうね、ことですね。はい。よいしょ。ね、このキャブがね、ダメだと思ってたら、実はそんなことはなくて、一番ダメだったのはマニホールドがダメだったっていう、そんなオチです。で、ちなみに今ここにないんですけど、中華のね、110にね、このキャブと一緒についてくる純正のマニホールドがあるんですけど、多分ね、それね、スーパーカブにね、つけるようになってて、なんかね、S 字になってるんです。こんな感じで。なんか、こんな感じで。だから、こうつけて、前向きに、だから、カブって、こう、前向きに、ここから、こう、行くじゃないですか。こんな感じでね。前向きにね、エアクリーナーボックスをつけるために作ってるんで、だから、そんな感じの、マニホールドになってて、だから、モンキーに使うには、ちょっと使えなかったんですよ、マニホールドは。でね、だから最初からその時に、VM22 のマニホールドをね、素直にね、使っときゃよかったよっていう、そんな話です。そうしとけばよかったんですけどね。でね、あとね、ちょっと、まあ今ついでなんで、
このね、VM じゃなくて、この PZ ってね、PZ ってこれね、あの、PC20 とかだったら、ここの、チョークのね、こうパカッと、これがね、空気が入ると、ここパカッてね、開くんですよ。だから、完全な蓋じゃなくて、めくらの蓋じゃなくて、ここから空気吸うんですけど、これね、PZ ね、これ、ただの本当にね、蓋です。これ、カパッと落ちたら、完全に蓋で、別に、ちょっと後ろから押しますけど、こいつがね、蓋になってて、空気がスポッて抜けるとか、そんなのないです。ね、そのあたりがね、ただのコピーっていうか、ちゃんとした作りのコピーじゃないっていうところがね、面白いですよね。でね、ちょっとね、だから前にもね、一回ちょっと話したんですけど、この PZ の20をね、今回だからね、2個注文してるんですよ。なんで2個注文してるかっていうと、1個は Amazon で注文したら、日本まで来たんですけど、なんか税関引っかかっちゃって、行方不明になったんですよ。去年の11月に注文したんですけど。で、その後ね、ずっとAmazon にね、出品者に、届きませんって言って、連絡は入れてるんですけども、完全無視されてて。まあ、それがね、もし届いたらね、できるかどうかわかんないけど、ここのね、ここね、ここ拡大して、これも、あれですよ。MJN にできるんじゃないかなと。ね、すごい小さい MJN のキャブってあったら面白くないですか？ね、こういう PC 系のキャブで MJN。ね、そしたら今、だから、MJN ついてるキャブで小さいのって言うと、CR ミニですよね。CR ミニのね、22ってやつが、一番小さいやつになるのは、PC20 でね、ちょっとね、これもちょっと閉めときますね。PC20 でね、それがね、できたらね、だいぶ面白いんですけどね。よいしょ。これね、今、蓋の方だけ、これ PZ20 のやつ使ってて、PZ16 の方の蓋を今、20の方につけてます。なんでね、そんなことしてるかっていうと、このね、トップがね、この曲がりトップになってて、これだと、キタコのね、PC20 用の、ハイスロットルを今、モンキーにつけてるんですけど、それの付属の、アクセルワイヤーだとね、これね、全然ね、長さ足りなくなっちゃったんですよ。なので、こっちに書いてます。だから、もし、今からね、PZ20 買うっていうような人は、だから、アクセルワイヤーだけちょっと注意しないといけないです。来たこのね、もう一個マルチなんちゃらっていう、2箇所で、遊びを調節できる、アクセルワイヤーがあって、そっちだと、大丈夫です。そっちだと大丈夫なんですけど、まあ、それはね、今回ね、ゴリラにね、使ってるから、だから、ゴリラのね、部品をどんどんね、奪い取っていけば、モンキーはなんとかなったんですけど、まあ、ゴリラもね、ちょっとそろそろ直さないといけないから、これでね、モンキーの方が、アイドリングも安定したら、まあまあ、一旦終わりかなって感じなので、次はゴリラの方を直していこうと思います。まあ今日はアイドリングが直ったよという、そんな話で。で、アイドリングはね、原因は、こいつだったと。だからキャブは悪くなかったです。何にも悪くなかったです。キャブがね、悪いって思ってたんですけど、もうそれは、気のせいと。いうことですね。そう。ね、仮にこれね、繋いだとしても、これね、なんか、
見えてる範囲でもうすでに隙間あるからね、これ。まあ、本当はここのとこにゴムがね、あるんだけど、ゴムがあっても、このマニホールドだと、これ、でかすぎて、ゴムスポッと入っちゃうから。ただ、こんな時は、紙のガスケットを、挟みます。ね、紙のガスケットを、厚手のやつを挟んで、ぐっとこう、ぐっと、ぐっとね、すれば大丈夫です。これね、これなんか、向こうの光見えそうだもんね。これ、向こうの光見えちゃってるよね、これね。ほら。ほら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 。これだから、ボルトで締めても、なんか、キャブのボディがね、歪むだけで、余計にエア吸う。そうそう。あとね、だから、ここは締め込まないといけないと思って、グッて締めちゃうと、これキャブ自体が弓なりになって、こんな感じでね。これちょっとこれ向こうの光が見えちゃったりしてるんだけど、そんな感じになって結局、ダメになるっていうのもあるんで、だからそこのところは、力加減を注意しないといけないです。だからガスケットを挟んで、紙のガスケットを挟んで、それでも不安であれば、液体、ガスケットですね。あれを、まあ、これもちょっとつけてた跡があるんですけど、こう、ベターっとつけて、で、こっちもベターっとつけて、で、紙のガスケットを挟んで、ビタンとつけて、ここを、ボルト止めてね、一晩置いといたら、そしたら、かっちりくっつくんで、そしたら大丈夫です。それなら大丈夫。まあね、ちょっとそんな感じで、今日はキャブの話でした。では、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ありがとうございます。最後におまけ動画です。治ったっていうことで、アイドリングをちょっと撮ってみたんですけど、やっぱり治ってないですね。エアスクリューから虹エア吸ってます。で、エアスクリューに、この PZ20、オーリングが入ってないんですよね。PC20 って入ってるはずなんですけど、これこんなものでいいんでしょうか？動画はまた続きを撮りたいと思います。では、この辺りで。